青色うさ親子で陸上アマチュアの 800m 自己ベストチャレンジなんですけども、今日はなんていうの、アマナちゃんの柔軟性、レモンちゃんの柔軟性、そしてみちこさんの柔軟性がひときわすごいので、ちょっとなんかこういろいろ柔軟しながらそのすごい柔軟性をご披露いただけますか、アマナちゃん。でもあれやで、パフォーマンスの一番土台は柔軟性ですからね。そうなんですよ。フィギュアのまずこれがやりたいよね。おお、ちょっとやってくださいよ。もうこれタカちゃんには絶対できないですから。うわうわ、すごい、あのライトに照らされて、今ちょっと北京が見えましたよ。レモンちゃんもどう？いけそう。おお。ヒュー、みちこ様は？聞こえた。ちょっとピキってきたから。上から持つのがめっちゃむずい。でドーナツってそういうフィギュアで技があるんですか？ドーナツみたいにくるくる。あ横に回るやつな。出たよ。うん。でこうやな。こういう。こういう。そうそうそう。まずこうこれがついたままやって楽しんで。そうそう。体だけ90度戻ってここで、うん、ここで同じことやんない？無理や。体が丸くなって。ね、一旦、おお、これす、これはすごいよ、マジでこれはすごい。で一旦3人でお得意の開脚してくださいよ。あれは見事やから。私そんな柔らかくない。あんなこの2人でもいいですけど。これがすごいな。うわ、これマジで。めっちゃ硬くなっちゃった。それはほんまに十分ですよ。レモンちゃん。でもアマナちゃんすごいな。アマナちゃん中学生でそれすごいな。長座はできないから。体操でやってたやん。長座ってどうなんですか？長座はこれ長座座りで、うん、倒れやつ。おお、やばい、どうやってみて。よっから長座マジでやばない。いけ、すごいわ。もう走ったからと思うけど、なんか次なんかさっき寝転んで足ブワーンってやってた、あれ見せて。これどうなって、これ股関節だ。アマナちゃん、うわすっ、何これ、どうなってんの。これ柔軟性は、ああレモンちゃんもできてる。どうなってんのこれ。アマナちゃんこれど固まる。だからストライド、あのアマナちゃん結構鍛えたら何、総力の武器になりそうやなこれ。あ、そう。うん、すごいです。これはもう才能ですよ。これはあなたは、あなたもすごいですね。しかし怪しい。それできたらちょっともうヨガやね、陸上兼ヨガの方にも。これはさすがに、アマナちゃんこれは無理でしょう。そう、アマナちゃんいけって、アマナちゃんプリーンと、あかん、これアマナちゃんヨガの方も少し勉強していただいてですね、両足乗せて、親子でヨガの方もちょっと。なんで両足なの。すげえ、すげえな。頭の上ちょっと、どういうこと、いけそう。これ死ぬやん。ちょっと待って、はい、それではアマナちゃん練習完了しましたか。はい、足を頭の裏にぐいぐい両足持ってきて、その足裏手拍子を、足拍子を頭の裏でやります。いけるでしょうか。軟体人間、うんうん、痛い、あ、惜しい、違うね、これ顔を前に向けない、うん、ラマナちゃん自己ベストってやった後拍手。もう一回さあ、天野ちゃん 800m なんと2分10秒台だ。自己ベスト、拍手。はい、また会いましょう。さようなら。バイ、お見事。夫婦喧嘩の最後は私実家帰る言ってたな。子供産んで強なったな。病気して入院して手術して元気に戻ってきてくれた時は嬉しかったけど、君はますます強かったな。虹色動画とは、雑草男タカちゃんが親子の力を借り一致団結して
大好きな7色に本気で挑戦することによって見事虹色草になるまでのアクセクトの日々をお届けしております。音楽、陸上、介護予防、運動神経向上、筋トレ、自然、そしてダウン、リズミカルガス、みんなで楽しみましょう。はい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 、雨上がり、せーの、虹色。